なに、なんでなんで、なんで切れた今、びっくり。なんで切れたんだ今。なんで、怖っ。今なんかね、勝手にホーム画面に戻ってアプリが落ちましたね、びっくりした。買い替え時期かな、ね、買い替え時期ですよね、もうそろそろ。なんか高校生になったら、ま、なんか春の学割みたいなありそうじゃないですか。そういうので買い替えたい。最近ショールーム調子悪いね。そうですよね、最近あの何なんだ、美肌がついてるのかな、なんかすごい美肌のバグなのかわかんないんですけど、顔面が顔の肌のこのここのここ以外の肌のこの部分が全部ブワーブツブツって赤い黒いみたいなが出て、そうびっくりして、ほんと気持ち悪くてゾワゾワした、あれはびっくりしちゃった。美肌がついてたのかな、 5G? 5ギガ出たら変えよう。5ギガ今4ギガしかないよね。え、そうだよね。逆美肌機能、そうなんですよ、びっくり。美肌取っちゃう。5ギガ目が乾いてくる、なんか。フォルダ分けしたりしてる。フォルダ分け一時期してたけど面倒くさくなっちゃって、はい、もうしてません。一応フォルダはあるけど、気が向いたらフォルダに入れるって感じ。第5世代って意味、あ、そうなんだ。第5世代って何、今第4世代すごいってこと？第5世代最新？そうなんだ。あー、そういえば今日ね、すごい不幸なことがあったんですよ、マジで。ただ自分がボケてただけなんですけど、タンコブ、え、わかるか、タンコブわかんないか、タンコブ、あ、だいぶ収まってる。なんかね、そう、クマさんも不幸ですけど、クマさんより不幸なんですけど、あのお風呂に入ろうとしたんですね。でそしたら実家のお風呂に入る前のドアってあるじゃないですか、なんて言ったらいいの、脱衣所っていうの、脱衣所に入るドアあるじゃないですか、あるじゃないですか、あるじゃないですか。脱衣所に入る扉が、実家は開き戸で、しかも押すと押して入るんですよ、ありますよね。押して入るんですけど、あのこっちの家は、名古屋の家はあのそのお風呂場の前の扉引き戸なんですよ。だから半開きだったんです、ドアが。だから引かなきゃいけないのに、私はなんかもう実家の流れでこうやって押そうとして、なんか適当に自分の肩とかで押して入っちゃうんですね。だからこうやって行こうとしたらドーンってぶつけて、ここタンコブできた。だからほんとこの辺とかじゃなくてよかった、もう腫れてたら嫌だもん、ここでよかった、前髪とかで隠れるし。そう、めっちゃ悲しかった。なんか適当に手とかでこうやって押しながらこうやって入ろうとしたら、引き戸で困惑って感じ。めっちゃ痛かった。そう、顔で扉強打、扉で顔を今日出した。そうなんですね、悲しかった。目から干してるって、そう、なんか朝、私今日朝起きてほんとすぐお風呂入ったらね、もうなんかかーみたいな。疲
けちゃった なんか塗った？塗ってない。扉変えよう。いやー、開き戸にしたらスペース取っちゃうんでできないですね。そういや、おとといのブログで来年の話書いてて、どういうこと？そう、冬ペも目を怪我してたし、お顔はほんまに怖い。そう、顔怪我するのほんと怖い。もうほんとちょっとずれて目を強打してたら嫌だなって。だから幸運って感じ。ここタンコブ青タンとかになんないでよかった。なんかだからこういうのすぐ冷やさなきゃいけないのにめっちゃお風呂入っちゃったから、あの怖いなと思ったけどすぐ出て冷やした。タンコブマコブタンコブマコタンコブやば面白い。握手の日程のとこ来年って書いてあったけど、ああ間違えました、ごめんなさい。てかおつまこスタンプまだ、そうあの大富豪のスタンプが新しいの公開されるたびにおつまこスタンプまだあってあのみんな書いてくれて嬉しいです、ありがとうねえ、まさかのね週2個ずつ各チームってことはもう私はいつになるんだって感じですよね。画面守って画面守んなきゃ。おおつまこスタンプめっちゃ欲しい。チーム S から順番だったらもう相当出ないですよ。つまこスタンプみんな使いたいよね他の方のスタンプも使いたいし、みんな一気に全部出してほしいね。今日もツイッターにそう書きました、ありがとう。おつまこはようってみんな言ってくれてありがとうね おつまこスタンプのためにコイン食べてる、わーありがとう。ツイッターが監視されてる？監視してないです。なあのおつまこって検索してみただけですよ。つまこ連打合戦でもつまこ連打しまくりたいんですけど、私イベントスタンプに名前書けるなんて全部おつまこにしたよだって。え、なにどういうこと？ありがとう、わかんないけどありがとう。さすが監視に定評があるわつまこさん。でもまこちゃんとかで検索するとなんか知らないの多すぎてわかんないから全然まこちゃんは検索してない。おつまこと頑張りまこ欲しい。お、ぜひね、あればいいね。頑張りまこ欲しいね。そう、おつまこが一番欲しいけど、でも頑張るーちゃんっていうねおるーさんのやつがあるから頑張りまこ少なそう。 LINE のスタンプで、そういうやつか、ありがとう。つまこほど便利なワードないのにほんと便利ですじゅうごちゃんに見えない、じゅうごちゃんいです。おつまこって素晴らしい言葉なの。そう、みんななんかおつまこってつぶれてくれたらね見やすいな。まこでツイートしたらもう何もわかんないすべての挨拶はおつまこで代用できる。そう、代用できます。全部大橋まこは、大橋まこも入るよ。おつまこだけで一日乗り切る。おつまこです、おつまこです、おつまこですって終わり。
つでいいじゃん。おつ、そうだね。なんかおつって言うとなんか生きてる感が少し出るから、おつまこです、おつまこ、おつですって言うとなんかなんやってなる。おつ、おつはちょっと私は使えないんで、おつまこって感じですね。明日会社でおつまことしか喋らないでみる。あ、お願いします。じゃあなんかこのなんだっけ、おつまこです、おつまこって言ってください。大橋感が薄いまこてぃん、そうですか。でもなんか名字って人の名字って分かんないよね、名前もだけど。うん、大橋、大橋だよ、大橋です、大橋まこです。でもなんか最近ひめたんとこのさんにめっちゃ大橋まこって呼ばれるから、なんか大橋まこみたいな、え、やだ。大橋まこって何よ。くのさんの鈴木感よりはある。そう、くのさん鈴木って感じ。え、でもそんなでもないな。でもえなちゃんはちょっと鈴木感ある、ちゃんと。大橋まこのイントネーション、そう、大橋まこって何、そう、島子になってるんですよ。大橋まこだよ。同級生に大橋おいくも、あの東京に住んでた時は全然大橋って見かけなかったんですけど、うん、そう、びっくり。名古屋に来たら大橋たくさんある。なんか前新幹線のチケットを買おうと思った時に名古屋で買ったら大橋って職員の方いた。大橋って多いんだね、名古屋。小橋さんはいた？いない。愛知のが大橋多いよね。ね、スキマスイッチも大橋さん。あ、そうなんだ。いそうでいない大橋さん。大橋さんあんまいないよね。そうです。大橋って少ないからさ、実は親戚なのかなとか思っちゃう。サイリウム買える予定はありますか。うん、今のところないけど、ないですね、今は。会社早く出るときはお先まこって言ってます。お先におつまこ。いいね、それで。最近ひめたんが買えたから。そうだね、ひめたんあれだよね、信号記載だったけど何になったの、なんだっけ、なんだったっけ。なんか水色系じゃなかったっけな。なんか三色団子って、あ、白水色だよね。おお、三色団子って結構覚えやすくて見やすくて可愛いと思うんですけど、ピンク白緑の三色なの可愛いと思うんですけどね。まあ、確かに揃えにくいっちゃ揃えにくいかもね。そう、なんか生誕祭とかの時に単色の人ってすごいバーって色が変わる感じがしていいなって思ったけど、そう、絵文字もあるしね、そういったらメジャーな単色っていうのうん、まあ絵文字あ探せばあると思うんですけどってなるけど、でも三色団子ってめっちゃ良くない？可愛いから。そう、みっちゃんとかさやかちゃんとか黄色、真っ黄色、真っ白みたいな感じでめっちゃ良いよね。でも二色とかも結構いいよね。でも三色団子は結構覚えやすい。二色の分かんない色よりも三色団子が一番覚えやすいかも。もし変えるとなったら単色ぐらいしか考えられない。
三色団子お正月に食べて縁起が良さそう。あ、そうそう、メイク変えたっていう話。でも分かんないね、ちょっと崩れてきたから顔ね、分かんない。単色だと何色？ピンクとか、好き。あとなんだろう、水色とか。何色だろう、単色にしたいならとか、そういうのがいいなって思うけど、絶対無理そうだから水色ピンクとか、そう、まこちゃんのサイリウムカラー聞かれた時に三色団子って言えば伝わるから楽である。あ、確かに楽ですね。じゃあぜひその上司でサイリウムカラーを広めてくれたら嬉しいですね。単色は被れない。そうそう、被らなくなったら変えたいね。私プロフィールのサイリウムカラーはね、おかしいんですよ。黒ピンクになってるんですけど、あれは好きな色ですただの。そう、キャベツだから白緑。そう、え、リクアは36位だよ。え、そうなの？嘘だ。滑り台から37位じゃない？え、嘘、間違えてる？いや37位だよ。え、37位だよね。よかった。なんで36位って言ったの？単色団子にしたきっかけは、なんかピンクが好きだけど、ピンク単色とかはかぶっちゃうから、あのキャベツも好きだし、キャベツの色ってことで緑と白で好きなピンクってやったら、あ、三色団子だなと思ったので、三色団子サイリウムって言い張ることになりました。ひめたんのプロフィールも変わらないよね。プロフィールを書き換える時期になったら変わると思います。明日の鉄の声行けますね。お、待ってます。明日はきみちゃんのこう、あと生誕祭なので、ぜひ、なんだろう、きみちゃんの色って紫と水色だったかな、りょうはさんのやつだよね、なんだっけ。お、ぜひ振ってください。ユニットとかになったら変えてもいいと思います。三色団子、黒、そう、好きな色は黒とピンクとか白なんだけど、プロフィールは好きな色が勝手にサイリウムカラーになっちゃってます。それ水色紫か。明日のユニットはどっちだろう、どっち。アメピモコ見れたらいいの。最近めっちゃアメピですよね。目が好き、本当。ありがとう。どうしても髪の毛さ、アホ毛できてきちゃう。どうしたらアホ毛って治るな。ウィンブルドンレアになってるね。そう、全くやってない最近。おつたんさんで、あの前ひめたんの生誕祭、おつたんさんでウィンブルドンやって、2分半映像とかも、あのウィンブルドンのピンク争奪戦とかやろうよみたいな言ってたんですけど、なんか無理でしたそう、やりたい、いつかスタンサーウィンブルドンやりたいですね。とても、君は多分号泣。本当かい。それはおつまこ生誕でやろう。あ、いいですね。でもなんかみんなさ、手伝じゃなくなっちゃったら生誕祭ができないよね。そう、私は5月だからワンチャン手伝ありそうですよね。ココナさんをエンペに入れてそれもね、面白そう、いいと思う。
面白いじゃないの、可愛い、可愛いからいいと思う。鉄の棒がどっちの生誕が良い、どっちもいいと思いますね。でも16人の青ががいいな。でも鉄菜も良い、鉄菜がいいな。でもうん、 IP のセンターココナさん、そうココナさんで、バーコードね、バーコード一度やってみたいんですよね、かわいい。こうやってアメペにした人すごいな。確かね、ヒメタンの代わりのポジションによく入ってて、でそのヒメタンの代わりで入った時に、そうユニットもヒメタンのところに入りました。そっからなんかアメピになっちゃったよそうアメピの人になりました。コナさんと気にして笑わない自信ある、笑わないで頑張る自信はありますでも絶対でも笑いそうだな。でも笑わない自信はある、いけそう。でココナさん笑っちゃいそう。マコマココール楽しか、楽しさ、マコ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 ちゃん、スイエブルドン、スタンサンブルドン、アメピとかも前にさ、なんかリハに、リハをココナさんが見てたことがあって、すごい恥ずかしくてもう超間違えそうになった炭酸でグローリーっていう、あもうグローリー厳しいですね笑いそうになる。あグローリーは私が踊れないので無理やろ明日の鉄な、明日はココナさんいる、ヒメタンいる、あいないんだヒメタン確か、あれいるかな。握手会今週で大阪は販売終了ですね。え、そうなの？そう皆さんぜひぜひ握手会来てね。そう販売期間とかってさ難しいよね。分かんなくなっちゃう。そう皆さんぜひたくさん、大阪迷ってる、ぜひ迷ったら来てねみんな。まだ。間に合うのかな5時、すごい間に合うのかなってちょっと迷うかと思いますが、皆さんぜひ迷ったらサイトをチェックしてみてください大阪と名古屋全部行くね。おーありがとう、待ってます。そうです、そうあんまりね握手会構えできないからさ、頑張りたいと思います。1月24日の正午まで買えます。みかんさんありがとう情報を、皆さん1月24日の正午まで応募してると思いますので、ぜひぜひ追加とかもあったらその日までお願いします。まこちゃんと握手してみたいと思う？ぜひ待ってます。じーでも大丈夫ですか？あ、無言ってことですか？大丈夫です。完売するってすごいこと、そうですよね、完売すること本当すごいことなので、ね、すごいことになってほしい、頑張ります。前回の握手会は完売が嬉しかった日に
なんと台風が来てしまって、延期、違う日に変更になってしまったのが結構悲しかったんですけど、今回そうならないためにならないために、あ、少しはでもたくさん完売できたらいいなって思います。この前鉄菜のお見送りの時、緊張で明けおめが言えなかったから、2月の握手会言えるかな。まあ、ぜひ明けおめ言いに来てください。3400人ぐらいの方が見に来てくださってありがとう。そういえばまこちゃんの誕生日に握手会なかった、あると思ったらなかったですね。 SKE の個別の握手会がなかったですね。全額とかかな、どうだろうね。そう、自分のそう予定が来てさ、自分の誕生日に似て、ある誕生日と思ったけどなかった。明日のお見送りには行ってほしいけどな、多分出れるかね、時間があればって感じですね。多分生誕祭だからお見送り出れないね。じゃなくワンちゃん、ワンちゃんたくさん来てくれたら嬉しいです。応援か全額あればいいね。あ、そろそろ50分になったんでランキングを読んでいきたいと思います。誕生日日曜日なの、あ、そうなんだ。あ、じゃあ実家とかのお祭りとかそういうのは、私誕生日当日お祭りかも、どっかのあるかな。ランキング見たいと思います。13位、デイクさんありがとうございます。12位、ウェイさんありがとうございます。11位、マーニーさんありがとうございます。10位、イタルチーさんありがとうございます。なんか固まっちゃった。9位、マラーキーさんありがとうございます。8位、オクチンさんありがとうございます。7位、オークンさんありがとうございます。6位、情けの塩もなかさんありがとうございます。5位、みかんさんありがとうございます。4位、ぐっちゃんありがとうございます。3位、どんさんありがとうございます。2位、ゾンビさんありがとうございます。1位はじゃん、ラーメンおじさんありがとうございます。皆さんたくさん星投げとかギフトとかコメントありがとうございました。ありがとう、たくさんありがとう。言うと配信おつありまこ、おつまこありまこ、ありがとう。おやすみ、今日はゆっくりゆったり見れてありがとう。そう、今日久々にゆっくりとショールームができたのでよかったです。イクアは最高だった。おー、ありがとう、嬉しかった。滑り台からぜひぜひぜひ明日の公演よろしくお願いします。ショールームありがとうございました。おつまこ AKB の握手会を楽しみ、ぜひぜひぜひ握手会来てください。 SK の握手会もぜひぜひぜひたくさん来てください。バイバイ。おつまこ大富豪もやってんの、おつまこ